僕がその聖火さんのところに行き始めた時に、はい、何ヶ月かに1回ね、その聖火さんの、伊豆にね、はい、あの聖観荘っていうのがあって、はあ、そうなんですか。そうで、そこでね、どういうもの、聖観荘って、あの聖観さんがね、はい、別荘を一軒買ってね、はい、普通の家なんだよ、2階建ての。あ、はいはいはい、でそこでね、2ヶ月に1回か3ヶ月に1回ぐらい、はい、そこであの合宿が行われるんだよね。ああ、そうなんですね。そう、合宿ってどんな感じでやるんですか、ね、何泊とか。あのね、3泊か4泊かそこにいていいんだよね。いていいんですね。そう、あの好きなだけいていいんだよね。そうか、3泊だったか4泊だったかちょっと忘れちゃったけども、はい、でそれが2ヶ月か3ヶ月に1回定期的に開催されていて、はい、で、あの時ね、定員がね30人ぐらいだったのかな。で30人ぐらいがそこに集まって、はい、で聖火さんは2階でずっと執筆活動をしてて、はい、で夜になると、まあ、降りてくる、はいはいはい、で降りてきて、そこでその30人が人生相談大会が始まるわけ。へー、30人って結構な人数ですよ。いや、すごい人数だよ、はい、だからそこで集まった人たちが一人一人こう自己紹介するわけよ、はいはい、私は、ね、どっから来ました、何々ですみたいな。でそこに一人質問がある人は聖火さんにこう質問をしていくっていうね。はあ、だからえらい長い。そうですよね、30人ですから。30人自己紹介して人生相談するから。自己紹介だけでも長いですよ。長い、はい、自己紹介のタイミングでつい悩みを言っちゃう人とかも絶対出てきますもんね。 いるしあとはその自分のこと喋りたい人もいっぱいいるからはい、はい、めっちゃ長くなる時もある。はあ、だからそれでね、なんかね、結構朝まで喋るんだよね。あ、そうなんですね。そう、大王もそれ参加されてたんですよ。毎回参加してたよ。あ、毎回参加してたんですね、うん、朝になることって多かったっすよ。いや、あったと思うよ。へえ、それがね、結構楽しかったんだよね。あ、そうなんですね、うん、で、やっぱりそこでのその人生相談に対するその聖火さんの切り返し方っていうのがすごかったんだよね、はい、ちょっと気になる、もう、なんかね、本当もう思いもつかないような切り返し方というか、はい、基本的にはね、もうバサバサ切り捨てていくタイプなんだよ。そうなんですね、厳しさがあるタイプですね、うん、厳しさというかね、はい、もう淡々と、はい、うん、淡々とこう切っていく感じかな。へえ、そうなんですね、うん、だからいろんな人たちがいて、いろんな人生相談があって、はい、で時にはもうみんなで大爆笑をして、時にはみんなで泣いてみたいな。すごくいい会ですね。いや、いい会すごくいい会ですね。すごくいい会だよ。だから、はい、どん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 人が増えていくんだよね。ああ、だからしまいにはもう40人超えちゃって、はい、寝るとこないからって言って車で来て車の中で寝ますみたいな。そうなんですね。もうそれはすごかったよね。で昼間はみんなでどっかで遊びに行ったりとか。そうなんですね。だから、いや、一番いいのはね、やっぱそこで仲間が見つかるっていうのがね、本当素晴らしいと思うんだよね。それ素晴らしいですね、うん、やっぱり聖火さんのところに来る人ってね、結構みんな優しい人が多いんだよ。ああ、そうなんですね、うん、やっぱり聖火さんの本を読んで、うんうん、でも小林聖火という世界観に共感してくる人たちだから、うんうんうん、やっぱ同じ志を持ってるじゃない、うんうんうん、そうですね、だからすごくいい人たちが多かったんだよね。だからいい人たちが多いから本当に仲良くなるんだよね、はいはい、これね、はい、一番素晴らしいことなんだよ。そうですね、僕はやっぱりいろんなコミュニティね、当時本当に自分が本当何のために生きてるのか分かんないって時に、うん、いろんなコミュニティに行ったりとかしたよ、やっぱり。そうなんですよ、うん、いろんなとこ行った、はいはい、いろんなとこ行ったけど、やっぱり馴染めなかったよね。あ、そういう時もあったんですね。あるあるある、そういう時もあったんですね。馴染めなくて、はい、でも本当聖火さんのとこ行った時にやっぱ馴染めたよね。へー、うん、結構ね、例えばそういうリーダーっていうじゃない、はい、でそのリーダー の、うん、その取り巻きの人たち見るとね、大体そのグループは分かるんだよね。リーダーの質とかそういうことですよね。そう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 、でだから聖火さんのいた周りの取り巻きの方っていうのはみんな優しかったから。そうなんですね、うん、そういうのってね、本当に少ないんだよ、うん、ね、リーダーがすごくてもね、取り巻きが変な人がいるとかあるんだよ、うん、はい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 、だからリーダー自体は素晴らしいのに、その取り巻きが変なのが多いからなんか馴染めないとか、はいはい、そういうのあるんだよ、はいはいはい、だからいろんなとこ見てきたけど、やっぱりこの聖火さんのグループっていうのはやっぱりコミュニティとしてはやっぱり一つの素晴らしい世界観を持っていたよね。へえ、そうなんですね、うん、だから本当にあの時ね、本当になんか何回合宿に行ったか分かんないけど、はい、
やっぱりそういう素晴らしい人生相談の答えとかやっぱり、うん、全部メモっとけばよかったなと今は思うよね、うん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 、なんかメモしにくい空気だったんですよ。いや全然そんなことない、そんなことない、そんなことない、全然そんなことないんだけども、はい、なんていうかな、まさかね、うん、そこから、ね、何年か経ってセガさんの話をするようになるとか思ってもいないしさ。そうですよね、うん、だからそうですよね、だから素晴らしい人生相談の切り返しというのは無限にあったから、あ、そういうのを本当に一つ一つメモしておけば、ね、またこういう場でこうやってたくさん喋れたのにもったいないなと思って、ね、宝物でしたね、うん、本当に素晴らしかったですよ。だからいろんな人たちがいてね、はい、いろんな人たちがいろんな人生相談していく、でそれを本当に絶妙な返しで切り返していくっていうね、うん、そうですね、うん、素晴らしかったですよ。特別な場ですね、うん、だから毎月毎月毎回毎回人が増えていく、はい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 、はい、うん、それは人気出ますよ。そう、すごい人気だったよね。普通にその、自分の悩みが解決するだけでも価値があるし、うんうん、でも誰かが悩みを解決するとかって感動的なエンターテインメントじゃないですか。そうだね、あれはまああれは本当エンターテインメントだったよね。そうですね、アンソニー・ロビンスみたいなもんですよ、うん、和製の。そう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 、だからその中でもね、なんか、はい、忘れられないような人生相談っていうのもこういくつもあるわけですよ。はい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 、もうね、目から鱗だよね。あの時っていうのは本当何もわからないで言ってて、うん、で、すげえなっていうのはもういくつもあって、例えば、はい、その整体師の方がいてね、はい、なんかそのマッサージを、まあ、たくさんの方たちをマッサージしてて、うんうん、ちょっとなんか部位は忘れちゃったけど、自分がこう施術してる中でね、はい、例えばそのお客さんの邪気を受けて、はい、なんかもう左の腰がしびれてしまってるって、はあ、でもこのしびれがもう何年も取れないっていう人がいたわけ、はい、でこのしびれを取るにはどうしたらいいですかみたいな、はい、人生相談したことがあるわけ、はいはいはい、もしろん聖火さんがさ、まあ、あなたは整体師ということは体の、ね、構造について詳しいでしょうと、はい、そしたら体の中で、たくさんの部位があるでしょ、うん、でその部位を、うん、あなたは何個ぐらい言えることができますかって言ったわけ。え、ね、例えばほら右肩とか右肘とか、はいはい、右の手首とか、はいはい、その親指とかさ、はい、だからそういう部位を一体いくつぐらい上げることができますかって言ったら、はいはい、300個ぐらいですって言ったわけ、はい、あ、じゃあ300個ですねって、はい、じゃあその300個のあるうちに、はい、今その不自由なのがその右の腰だけですかって言ったわけ、はいはい、だそうですって言って、はい、じゃああとの残りの299個は正常に動いてるわけですかって言って、はいはい、はい、正常に動いてますって、はい、ではあなたはその残りの正常に動いてる299個に感謝をしたことがありますかって言ったんだよ。だから今そのね、左の腰が痛いかもしれないけども、はい、あとの299個は正常に動いている、はい、その動いている箇所にあなたは感謝をしたことがありますかって。うわ、すごいですね。もしはその人がありませんって言ったんだよね、はい、そうですかって。では隣の部屋に行って、はい、その今正常に動いているその299箇所に、はい、手を合わせてありがとうと言ってみてはどうですかって思ったね。うわ、そうしたらその人が分かりましたって言って、はい、隣の部屋に行くわけ。はい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 。で299箇所にさ、はい、ありがとうっていうの結構大変だと思う。そう思います、そう思います。だからしばらく帰ってこなかったよ。そうですよね。でも、もう俺らもね、違う人の人生相談に入って、はいはい、そしたらさ、もうね、1時間か2時間かもう全く覚えてないけども、はい、またそのガラガラってまた入ってきて、はい、でみんな見るわけじゃん。見ますね。気になってます。聖官さん、はい、299個にありがとうって言いましたって、はい、言ってる途中から、はい、もう何年も苦しんできた左の腰のしびれが取れたんですって。すごい。みたいな。すごい、なんすかその話。みたいな。そうですね。なんすかそれ。なんですかそれみたいな。たった2時間ですよ。たった2時間で。だから人間というのは、その人間の体というのは、はい、やっぱこう感謝しなくとも、うん、正常に一生懸命動いてくれている、うん、でもね、その左の腰がしびれたということは
ね、まあ、ここは痛いかもしれないけども残りの部位が、うん、正常に動いているところに感謝をしだすと、はい、うまくいくようになるわけだね。だからその左の腰もしびれも、まあ、取れてしまう。だからなんかあの頃はね、その青函さんはやっぱりその感謝ってことに対して、はい、やっぱりこう何回も何回もお話をしていただいてましたね。あ、そうなんですよ、うん、やっぱその感謝っていうことは、はい、本当に話の中でいつも出てきてたね、感謝って。